岡本大地1月24日から2009年6月16日は日本の実業家、岐阜県岐阜市出身、慶応義塾大学経済学部卒業。三井物産を経て1972年に家業の鍋屋工業へ入社。1980年に同会社の代表取締役社長に就任し2007年から取締役会長。 職人のプライドを取り戻す、社員が自ら考えて働ける楽しい現場を目標に、多品種微量生産、当日出荷の即納体制、自前の機械作りによる安価な製造原価の実現を徹底し、さらに国際化を推進することによって差別化を図り、一階の鋳造業者であった鍋やバイテックを超有料企業に変身させた。また、 三井物産勤務時に訪れたベイデュポン GE の工場にヒントを得、本社工場を公園と命名し、美しい緑と芝生に囲まれ、美術館、コンサートホールといった文化施設とプールフィットネスセンタージャグジーカフェバー等のレクレーション施設を備えた大学のキャンパスのような工場を作り上げ、さらに社員が生き生きと働けるように様々な 楽しく働ける仕掛けを実現した。和と洋、ローカルとグローバル、伝統と最先端、遊び心と高収益を両立させたその経営手腕は高く評価され、2005年にはデザインエクセレントカンパニー賞を受賞し、2007年には岐阜県の経営者としては初めてテレビ東京日経スペシャルカンブリア宮殿へゲスト出演した。ありがとうございます。